ウィスこんにちは、東大生実況者シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのですね、バーラックがぶっ壊れな件について話していこうかなというふうに思っております。まあこのバーラックって何ぞやと言われたら、ですね、このマーニャのガチャのセットで手に入るこちらはですね、バーラックですけれども、まあ、ですね、バーラック出て、まあ多分ね、まあ1日目か2日目ぐらいには僕、まあツイッターの方では、いやちょっとこいつやばくねっていうふうな感じで言ってたんですけど、まあいかんせんですね、ですね、まあそれが知れ渡ってないみたいなので、まあ今回はちょっと動画にもしてみました。まあ A ランクなんて基本はまあ地味なんてしないんですけど、まあバーラック強いですから、まあ紹介する価値あるかなということでやっていこうというふうに思います。で、ですね、グダグダ語る前に数字で見せた方が早いと思うので、ガンと。はい。これだけです。以上。見ていくと、まあ HP が1175、MP が363、そして攻撃力がなんと849。で、移動力4。これ1ターン目で、一応、ま、勇者ロトをリーダーにして、まあ、そこの勇者ロトのバフは乗ってるけど、まあ、それ自体はね、まあ、ピサロとかでもできるだろうし、まあ、そんなに変じゃないと思うんで、はい。まあ、そういった状態なんですけれども、はい。まあ、バフなしで849いくという、弱いわけないじゃんっていう。ま、これでおしまいですね。はい。で、まあ、詳しく話していこうと思うんですけれども、まあ、バーラックですね。まあ、もともと、そもそもね、攻撃力522ということで、まあ、漢字の方の竜王であったり、まあ、トマホーガーとかよりは上の攻撃力と。で、まあ、クリストとかと一緒みたいな感じですね。まあ、要するに S ランクの、まあ、ちょっと攻撃力低めかな程度ぐらいの攻撃力はそもそもあるということで、A ランクにした破格ですね。まあ、全体57位ということで、まあ、S ランクが100何体いるってことを考えたら、まあ、そんなもんだろうというふうな感じですね。はい。で、さらにですね、そこから、無突の特性かな？で、これも最強クラスですね。強襲ということで、攻撃力、そして移動力を2段階上げるということで、はい。まあ、40% 上げられるんですけれども、これがですね、ディスピサロの動画とかでもかかったんですけど、その装備の方にもこの 40% っていうのが乗るので、結果的にですね、こういった攻撃力が、まあ、849というのを1ターン目に達成することが可能であると。いう状態ですね。はい。まあ、なので、これ2段階バフってのは、まあ、デスピーの件で、まあ、かなり、実感した人多いと思うんですけど、もうステータスお化けになってしまうんですよ。はい。で、このゲーム、バフが本当に強いので、まあ、ちょっとスカラーかけるだけで全然違うモンスターになり得るので、まあ、そこは覚えておいた方がいいと。あとは3突で、力ため。まあ、これも強いですね。はい。まあ、物理力、回復力を 1.5 倍にするということなので、まあ、ミネアとかのインスピレーションと似たような感じですね。はい。まあ、期待値で言うと、実はそんな上がってなくて、まあ、10% の火力アップみたいな。まあ、ただ期待値で言うとそうなんだけど、まあ、実際にはこの偏りが大きくなるので、まあ、要するに力ためが2連続で発動する場合ってのも、まあ、当然あり得るわけで 4% かな。はい。で、まあ、そういうので、まあ、そういうことがあった場合においては、めちゃくちゃ火力が出せるよと。いう状態ですね。で、あとは、ま、貫突で、物理力が、じゃあ、回心率か。回心率が 3% アップということで、まあ、これは普通に S ランクの低突なんかよりは火力が出るよ、というお話ですね。まあ、ちょっとね、口で言ってもわかんないというか、まあ、実感しづらいと思うので、実際にここからプレイ映像を見ていきましょう。開花の扉40巻ですね。まあ、どうでしょうか。まあ、未だにそこそこの難しさは保ってんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、やっぱバーラックの強いところってのは、まあ、A ランクにしてやっぱ破格の攻撃力、そして、まあ、火力ですね。はい。まあ、物理で言うと、なんだっけ、トンネラの技かなと似たような技を打てるので、はい。まあ、火力自体はそこそこ出せます。まあ、あれとかも一緒っすね。はい。で今回、まあ、リーダーを、あれにしてなくて、まあ、装備とかもそこまでこだわってないので、まあ、攻撃力700、まあ、それでも772か。やばいね。いや、頭おかしいね。ちょっといっちゃってるかなというふうに思います。であとはね、ギラ系って、まあ、環境に、非常にフィットしてると思ってて、まあ今、ですね、要するに本当のティア表ってのは下の感じなんですよね。まあ使用率で言ったら、まあ下の勇者ロトからピサロ、まあテリーからまあドルマゲスっていう形なんですけれども、まあここで見てわかる通りギラ系とドルマ系だけいないんですよね。で、ドルマ系ってのは高難易度で、まあ英雄ぐらい、英雄がドルマじゃなくても多いんで、まあ結果としてそこまで難しいクエストが出ないんで、まあギラだけは足りないと。で、まあ、下の株2535でしょ？で、まあ、守備力デバフとか入ってないですからね。で、それで、ま、2525いけるってのは、ま、かなり強めなのかなというふうには思いますね。はい。まあ、デボラとか、ま、ここら辺トンネラーとか貫突してるので、まあ、それでも3300って考えたら、まあまあ、楽したら十分でしょうと。で、トンネラーは、あれですね、バフ乗ってないんで、1600ぐらいですね。はい。まあ、バフ乗ってないといえばトンネラーでも、トンネラー軽くお化けなイメージあるけど、まあ、1600程度と。いうことを考えたらいかに2500っていう火力が、まあ高いかと
いうのがわかるかなと。で、まあ、回40回以下だったら、まあ、正直言って、まあ、攻撃力、まあ、軽く出せれば、どうにかなるので、まあ、結果、余裕で戦力になるかなと。41回以降は、正直言って、その、耐久とか、もうすべてにおいて強くないといけないんで、正直使うのはかなり難しそうな感じがする。まあ、47でワンチャンあるかもな、程度で。他はちょっと無理そうですね。で、レベル、なんすけど、はい。うん、まあまあ。余裕で戦力がなるので、まあ、デボラとかトンネラーと比べたらやっぱね、デボラやトンネラーの方がさ、Sランクだし、まあ、開花もしてるんで強いですけど、まあ、ただこれプラス7で4015でしょ？十分でしょ？で、トンネラー5000出してたけど、まあ、2倍かな？いや、探しましたよが、まあ、発動してるので、まあ、そんなもんだろうっていうことで、で、まあ、デボラで今いくらやった？ちょっと、なんか、飛んで見えなかったけど、いくらでした？トンネラーはいくらだ？トンネラーじゃん、デボラ。あ？なんか回転してない？これ。5400強いな、やっぱデボラ。まあまあ、十分かなっていうふうには思いますね。はい。まあなんでトンネラデボラが育ってないなら、まあ使う価値は、まああるかなというふうには思います。まあ一方で、まあバラク弱いところってのも当然ありまして、まずはですね、その A ランクって結構その、誰でも、なんて言えばいいんだろうな、貫突できるイメージあるんですけど、実際のところ期待値なんと6万ぐらいかかりますと。で、あと今回今、丸に力ため入ってますね。これでまあ 1.5 倍になってるので、まあ当倍の敵に対してどのぐらい火力が出せるかってのは見物だよね。で、見ていくと3278と。まあ当倍でも3000超えてくるって、まあ力ため入ってるけど、入ってると超えるんでそこは偉いというのと、まあただやっぱ弱いところはやっぱ6万円かかるっていう、まあちょっと、まあ意味わかんない。確率なんで、ここら辺は、なんか、バラクが悪いというより、無意が悪いという。あとは、突が結局、じゃあ、無突や一突で使えるかって言ったら、一応その、無突で強襲使えるんで、弱くはないと思うんだけど、だからまあ、ステータス面が大幅に下がるってことだけは認識しておいた方がいいというのと、まあ、プラスアルファ、まあ、勇者ソロがですね、出るんですけれども、僕はメラギラ波動使いだと見てます。まあ、ここら辺はまだわかんないんだけど、で、理由はやっぱ、まあ、勇者は魔王をメタルものとして出るはずなので、まあ、こっからしばらく多分ね、まあ、PVP なりなんなり、デスピサロ環境は続くと思うんですけど、まあ、それメタル形ってなってくると、メラとヒャドは使っておきたいと。でも、メラヒャド、まあ、相入れないんで、メラ使いはだいたいギラかドルマ使うってのが、まあ、相場っていうことを考えて、まあ、ドルマでもいいんですけど、まあ、一応、その、ね、でっけ。巨大ボスバトルでのデスピがギラ弱点なので、まあ、全部のデスピにメタれるようなメラ、ギラ波動使いっていうのが一番なんかピントくるんじゃないかなっていうふうには思いますかね。はい。で、ま、なんで、それでまあ、勇者ソロがメラとかギラ使えたら、まあ、その、トンネラとかデボラもワコンになるんですけど、バーラックもワコンになる可能性が高いということは覚えておいた方がいいのかなというふうには思います。まあ、まとめとしてはバーラックはまあ、軽くこれ見たらわかると思うんですけど、まあ、その、関東 S ランクには負けるんですけど、まあ、普通に、なんか、ま、低突の S ランクとか並みには出せるかなというふうには思います。まあ、ただし、ガチャは6万円かかるし、勇者ソロがギラ覚えてる可能性があるので、そこを考えると、まあ、今から積極的に引くべきかって言われたらちょっと迷うかなと。まあ、一応前には引き、前でも強いから、まあ、イベント楽しみたいんだったら、まあ、今でも引くのはありっちゃありかなというふうには思いますね。ただ、まあ、僕だったら、僕はまあ、無課金とかピカ金だったら、まあ、知識として、バラック強いよねってのを覚えておいて、で、まあ、闇鍋ガチャっていうのは、まあ、今後もたくさんあると思うんで、そういうので、バラック引けた時に、やった当たりだっていう、まあ、ただの A ランクいらねじゃなくて、あ、バラックやったつって、まあ、ちょっと、闘技場で使ってみようかな、みたいな感じで覚えておくといいのかなと。まあ、移動力4あるんで、まあ、なんだ、状態以上覚えさせれば、別に、なんか、まあ、いろんな仕事、まあ、火力以外にもできると思うんで、まあ、全然、まあ、少なくとも、移動力4の中では、かなり火力は出る方なので、うん、まあ、そういう意味では、強いところってのもトンネラやまあデボラよりも強いところってのはまあウェイト面と移動力面であるのでまあまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで今回はですねドラクエタクトのまあバーラックの効果のまあまあ効果というか強さのまとめでした。でまあ今後もですねまあ自分の実体験に基づいていろいろ話していこうかなというふうに思っておりますのでまあ役立ったなとかなるほどなと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。